ましたのでご覧ください、はいはい、将来おもちゃが進む方向は2つあると考えられています。一つはさらにハイテク化が進むこと。特にテレビゲームはコンピューターの最先端技術とともにより高度になっていくでしょう。